彼女も夏なのでバッサリちょっと切ってすっきりしたいっていうようなオーダーがあったので10センチ以上は切っていこうっていう話で、まあベースをフラットラインで10センチぐらい切って、微妙な前髪をしっかり長めバングとして作ってですね、そこから顔周りレイヤーを入れて全体的にスライドカットで毛量を取っていくんですけれども、あのベースの時点で R レイヤーっていうのを使ってあんまりこうつなげすぎず、ただ全体の毛流れがつながって見えるようにしていくっていうベースカットから、かなりあの毛量もあるのでスライドカットはしっかり入れていきながら、ただトップのふんわりはやっぱり重要なので、ふんわりさせながらただ収まりのいいようにスライドカットを入れていくっていう感じですね。